曲がりなりにも分かっ、それでいい、今の感じで。そっか、助かったよハスマ。ナルトもしっかり成長してる。ああ、そろそろ新しい時代ってことか。どうした。いや、それじゃあそろそろ俺は行くわ。今度礼も兼ねて飯でもおごらせてもらうよ。ああ、期待しないで待ってるよ。アスマ、くれないか。どうしたの、何か考え事。いや、そんなもんじゃねえんだが。そう、ナルトだけじゃない、シカマルたちも、そしてキバたちも、あいつらしっかり成長してきてやがる。世代交代ってとこかしら。そうだな、まだ足りないところもあるが、それは頼もしくもあり、少し寂しくもあるって感じ。そう、こんなとこにいたんすね。鹿丸か、どうした。五代目から召集命令があったっす。召集。いや、俺も詳しい話は。わかった。じゃあ。アスマ。なに、そこまで心配することじゃないさ。
や、こっち。お待たせしました。うん。一体火の国に暁が出現した。どうやら人中力を捜索しながら徐々に木の葉へ。ってことは奴ら。ああ、十中八九ナルトだろう。それで我々は遭遇予測地点はすでにシカマルに教えてある。お前たちは現場に向かい、そこに。もしそれができぬ場合は奴らの殲滅を許す。とにかく暁を逃すな。了解。アスマ大将、よろしくお願いします。ああ、よし。了解っす。アスマ。くれない。どうした？任務に出発するの？ああ。なんだ。俺を誰だと思っている？そう簡単にヘバなんて。それはわかってる。すぐに帰ってくる。え。じゃあな。さ、行くぞ。あら、アスマ先生たち。よう。ちょっといろいろあってね。アスマ先生たちは。ああ。お前たちは。これからナルトに会いに行くと。なるほどな。はい。そんじゃな。皆さんも頑張ってくださいね。おう。さて、それじゃあ私たち。うん。お、さくらちゃんとサイじゃね。ああ、もしかして俺の応援に来てくれ。違うわよ。うまくやってるみたいじゃないか。まあ、なんとか。いや。で、あんたの方はどうなの？へへへ。へえ。そうそう。さっきアスマ先生たちと会ってね。ああ、アスマ先生には。アスマは任務か何かが？はい、任務を受けてるようで。これから目的地に向かうところでした。ま、アスマが帰ってきたらだな。ちょうどいい。少し休憩を取るか。払いは、ま、俺でつけといていいか。お、ってことはおごりだな。ラッキー。それじゃあ、カカシ先生、ヤマト隊長、引き続き任務。
おー